ボーイングの新型宇宙船スターライナーは今年6月国際宇宙ステーションに向け打ち上げられ無事到着したものの機体の不具合から2人の宇宙飛行士が地球に帰還できずにいましした。そのの2人の助け舟が地球を出発しました。 イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発会社、スペース X の宇宙船、クルードラゴンが29日日曜日、国際宇宙ステーションに到着しました。モーイングの宇宙船、スターライナーで国際宇宙ステーションに到着したものの、ヘリウム漏れを含む複数の不具合が確認され、2人の宇宙飛行士が地球に帰還できなくなっていたため、 このの人を救出するがクルードラゴンには当初4人の宇宙飛行士が乗る予定でしたが取り残されているスターライナーの飛行士を2人乗せて帰還するため2人減らして打ち上げられました。 ボーイングは宇宙開発で大きく遅れを取っているだけではなく、主力の航空機製造業でも飛行機の機体からドアが外れるなど、その安全性に対して信頼が揺らいでいます。不具合が生じたスターライナーは、先月、無人で地球に帰還しています。助け船到着とはいえ、2人の宇宙飛行士の戻りは来年2月の予定で、 8日間の宇宙への旅が8ヶ月間に伸びてしまったことに変わりはありませんボーイングでは従業員のストライキも継続中で信頼回復と経営再建への道は険しいものとなりそうです